戸部町実町の西美画廊でバラ&書家の秋作展が開かれています。5月28日から開催している今回の作品展はバラと書家をテーマにおよそ30点が展示されています。コロナ禍になってからは密を避けるために会期を長く設定し、感染症対策をしっかり行って開催しています。バラをテーマにしたコーナーでは、海外の作家をはじめ抽象画の小林和恵さんや日本画の井上四条さんの作品が多く展示されています。小林先生の織りなす世界は、バラを刺している花瓶までもデザイン性が高く、1枚で2度楽しめる作品になっています。初夏をテーマにしたコーナーでは、松山市出身の白石雄三さんの作品や東山魁夷さんの代表作緑響くも並んでいます。白石さんの作品は石膏を使用しており、形も様々で感性あふれる作品になっています。7月1日からは東山魁夷展が行われますので、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。バラの花言葉は愛と美、それぞれの作家が表現する愛情あふれる美しい作品と初夏の爽やかな作品の数々をお楽しみください。バラ&初夏の秋作展は西美画廊で6月26日まで開かれています。